おはようございます、こんにちは、こんばんは。バス釣りナナシでございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、はい、皆さんね、この写真見てください。はい、小泉さんです。自民党選対委員長でしたっけ、ちょっと役職忘れちゃいましたけど、はい、なんか美味しそうにお弁当食べてますよね。これ新幹線かな、ちょっとわかんないですけど、あれ確か小泉さんはいつもマイペットボトルとマイ箸をお持ちになられるっていう風に前おっしゃっていたと思うんですけれども、その機能のあれですか、あの箸はマイ箸ですか。うん、あれお茶飲んでるように見受けられるんですけど、それペットボトルですよね。マイボトルの方はお持ちじゃないんですかね。はい、でね、こうなるのよ。お無理なこと言うなよ。お前環境大臣の時にさ、なんかシャシャリ出てきたけどさ、そういうとこだぞ、はっきり言うけど。できてねえじゃねえかよ。うん。選挙中で忙しかったとかね、言ってんじゃねえよ。うん。君のやってくれたね、そういうなんか、環境系プロパガンダっていうのかな、ちょっとわかんないですけど、うん。迷惑なんだよ、働いてる人にとってね。うん。前箸なんてね、ずっと持ってるわけないし、うん。水筒もね、重たいんですよ。でね、水筒ってね、まあ、500ml ぐらい入るやつもあるんですけど、夏場とか、自分とか、ま、結構ね、外とかで仕事するとことあるんですけど、1日2リッターぐらい飲むから、うん。そういうの分かってない人が、こうやってね、なんか、マイ箸持ってたのね、マイボトル持ってたのね、マイボトルじゃねえや、マイ水筒か、持って仕事行けとか、わけわかんねえこと言うんだよ。うん、迷惑なんだよね。こういうのでね、まあ、見栄えはいいかもしんないよ。なんか環境にいいとか言ってるけど、まあ、そういうことじゃなくて、実際みんなが生活してて利便性はあるのかっていうことを考えなきゃいけないんじゃないんですかとね、バスに関しては強く思いますね。まあ選挙対策なんでしょうね。こうやってさね、ご飯を美味しそうに食べてますけれども、けどね、言ってることが不一致っていうのはね、国民にとってね、なんですかね、不信感を招くっていうねことをね、ぜひ覚えてもらいたい。なんでかっていうと、やっぱ政治家って言ったことをやってほしいって思うんですよ。そう思いませんか。例えば、私は、財政出動したいって言ったら、あ、この人は財政出動したいんだと思って応援したくなるでしょ。けど片やね、そうやって言っててやってくれなかったら、まあ、憎悪が生まれるわけですよ。まあ、麻生太郎じゃないですけど、まあ、あいつもね、もともと積極財政派だったんですけど、まあ、私とかね、まあ、まあ、バス釣りの話はもう20年は言い過ぎですけど、十数年ね、積極財政を訴えてる人間ですから、まあ、麻生太郎ね、信じたわけですよ。まあ、西田昌司もいいわ。まあ、自民党の積極財政。まあ、安倍さんもね、信じてたけど、まあ、騙されたと思ってますけどね。バスという話はね。まあ、そういったことで、うん。まあ、言ってることとやってることが違うっていうのは、本当になんか、うん、政治家としてね、センスないなと思うし、うん。で、実際こういうね、写真をあげるなら、うん。前箸と前ボトルを持ってあげるべきじゃないんですか？うん。そんと思いますよ。実際使ってないんですよ。言ってるだけだし、うん。こういったところをね、直していただかないと、本当にね、何この人ってね、思われることを思わない小泉進次郎は、うん、やばいなと。それとさ、まあ自民党、今回なんか議席だいぶ減らすらしいですけど、まだまだ足りないとね、バスに足は思っています。このままね、自公で過半数割れ。はい。それがね、うん、日本にとって一番いいね。で、おそらく、公明党と維新って仲悪いんですよ。だから、あれですよ。連立、自公連立は、自公を、自公を維新、自公維新の連立はないと予想します。維新と、もしね、自民党がね、連立するなら公明党は多分出てきますよ。そう考えると、まあ、どこと、もし連立するかしたら国民なんですよ。国民。で、国民って、玉木さん連立しないって言ってるんですけど、多分総理大臣でいいですよって多分やりますよ。だからね、ちょっとね、政治面白くなってきたね。国民民主のね、その、まあね、コウモリとかね、批判してた人いますけど、自公が、与党を保てなくなったら、生きるのは国民ですよ。国民民主が、もしかしたら、政策のカードを握る、与党になり得るということで、積極財政派としても、鼻息が、
荒くなるパターンになってきたなと、はい、バス釣りの話はね今の状態が非常にね期待値が持てるんじゃないかなと。まあそれにはまあ事故で、過半数を取らないっていうことが前提なんですけどね、うん、皆さんぜひね野党に入れましょう、うん、事故に入れてはダメです、野党に入れましょう。以上の話になります。緊縮財政をぶっ壊す。